はいさい、女子は恋ちょこいちょです。今日はですね、ミスター T さん、ミセス S さんから沖縄のね、もずくをいただきました。もずくですね。ありがとうございます。ふるさとの味ですね。もずく、美味しそう。どうしようかな、納豆も食べようかな。夕飯は食べたんで、ああ、まずくだけでいいかな。おい、おっ、ガラしちゃった。もずくいただきます。こっちされる。味がついたな。寿司すみれん。すやすい。ポン酢だったかな。ポン酢できますね。でいいかな。うん、いい香りしてますね。うん、おいしい。うん。今日のいいこと、そうですね、今日もね、夕日が結構綺麗に見ることができましたね。あとね、可愛いリスさんがいました。あとね、やったーやったー、何があるんだよ。やっとね、来ました。これですね、もう牛でもないのにもももっていうやつですね。やっと来ました、オイル。ああ、もうこれですね、これ。ねえ。あ、高いっすよ、これ。税金抜きで27ドル、28ドルぐらいですね、これね。あいうえおっていうやつなんですけど。トランスミッションの色。やっと来ました。これで、ね。やった。ああ、いい上をですね、長かったですね。いろんなね、車のパーツ屋さん行ってなくて。で、アマゾンでもね、売り切れが続いてて、やっと来ました。飽きちゃねよ嬉しいみたいなやつですね。ああ、ね、あとはこうオイルチェンジをして、やっとアラスカ目指せるかなっていうやつですね。あー、せるぜーみたいなやつですね。ああ、まあね、そういうことで、まあ本当ね、少しずつ少しずつですね。結構ね、このオイルのことで、ちょっと狂っちゃいましたね。調子が。2週間、もうちょっと3週間ぐらい待ってますよね。なんやかんや言うて。しょうがないですね。ああ、美味しい。そうですね。まあ今日はね、お芋もいただきましたね。これはミセス K さんからのね、お芋ですね。お芋。K さん、ありがとうございます。ね、
やー嬉しいですね。こんな感じでね、めっちゃ甘いですね。美味しいこの芋。甘い。うん。まあね、皆さんご存知だと思うんですけど、これ昔はね、皮を剥いて食べてたんですよね。まあよく皮とかにね、栄養分とかいろんなのが含まれてるから皮も食べた方がいいって言われる方と、まあ一般的には皮をね、自分もずっと剥いて食べてたんですけど、芋だけ中の方を食べるとね、胸焼けするんですよね、胸焼け。でも皮と一緒に芋も食べると胸焼けしないっていうふうに何かで聞いて、でそれからずっと芋を食べるときは皮ごと食べてますね。で、本当ね、不思議と私の場合なんですけど、胸焼けがなくなりました。うん、おいしい。もし胸焼けされる方がいたら、皮もね一緒に食べてみてください。多分なんですけど、胸焼けがなくなってくると思います。本当かな。私の場合はね、実際に胸焼けがなくなりましたね。美味しいです今。いやー幸せですね。本当いつも皆さんどうもありがとうございます。嬉しい。お色が来た。まあ値段結構ね張りますけどね、これ1個でね28ドルタックスつけたらまあ30ドルね、30ドルというといくらになるんだろうね。もう4000円近くなりますよねこれね。ああいうえおですよね。4200円ぐらいになりますね。まあしょうがないですね。 これ1個ですよ。これ1個全部で8個買いましたけど、まあしょうがないですね。トランスミッションのねオイルを、まあ昔だったらね、トランスミッションっていうとこんな感じのイメージですけど、今はねオートマチックなんでね、こんな感じですかね。ピッピッみたいなね。昔はね HD とかね 3C とかね。時代が変わりましたね。まあそんなところです。あしえ。皆さんどうも本当ありがとうございます。おかげさまでオイルもね無事届きました。で、あとはねトランスミッションのオイルを変えて、でアラスカの情報をねまたちょこちょこ調べて、カナダを越えて行きたいと思います。まあもしね、あのカナダとかでね、あのアラスカでもいいんですけども、あのこういうね変なおじさんとね会ってみたいと思われる方、 YouTube とかにコメントをいただいて連絡を取ってコラボしましょう。誰もいないから、お前みたいなのと会ったらこっちまだね、あの何変なおじさんみたいになったら困るみたいな方がね多いかもしれないですね。まあでもね、もし暇があって、あのこんなおっさんに会ってみたいみたいな方がいらっしゃったら、ぜひね YouTube にコメントいただいてお会いしましょう。コラボしましょう。はじめまた野菜、また水飲もう。ピッ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 ポッ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 ピュッピュッピュッ。